ありと思う方がお三方、なしが4人。一応一番経済に詳しい経済評論家の須田さん、ありがとうございます。あり、大ありですね。これは大ありだと思いますよ。もう すぐできますよ、これやろうと思えばね、うん、社会保障制度を考えるで一番、ね、大事な考え方だったの負担と給付、負担と給付っていうことをバランス取って考えないといけないんですけれども、今社会保障費の給付っていうのは大体100兆円年間、ざっくり言ってね。でそこに医療費が大体30兆円入ってるんですね。まあ、医療費ってのは病気になった人だけが必要ですから、これを分配する必要はないんで、これをさっ引くと70兆円で、70兆円の人口であると大体ですね、月額5万円1人当たりもらえるという計算になる。今すぐでもできますよ、これやればね。5万円毎月毎月入ってくるのがどん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 使うだろうなと思いますけどね。これ全国民に子供からお年寄りまで8万円配るけれども、うん、今の年金はゼロです。なくなります。なくなるのね。なくなります。健康保険は別だって、はい、健康保険は別です、うんうん、はい。生活保護もなくなります、はい、ベースはやっぱり生活保護が全部なくなるのと、高齢者の年金が全部なくなって一律8万円になる、ここが肝です、うん、今の VTR 出てきたやつで120兆円ですか。で今社会保障費31兆円ですから、そうすると消費税 20% にしても60兆円で、60たす31ですから90兆円で、全然120兆円まかなえないよねと。いやいや、今あの間違ってます。あの社会保障費の中の年金だけで、公的年金だけで56兆円ですから。いや、国家予算で31兆円で、そこの部分で見てるんだけど。いやだけどそれも全部含めてやるわけでしょ、基本的には。そうですね。でそれ以外にも負担してますからね。僕これ多分ポイントはさらにプラスして、その要は公務員が必要なくなる部分が結構多いと思うんですよ。だから年金管理全ゼロ、年金管理、まあ、ゼロってちょっと言い過ぎですけど、まあ、マイナンバーがあるんで、マイナンバー持ってる人にあの自動的に8万円が毎月振り込まれるようになるんで、これはまず一つ大きいのと、僕はできればここでその電子マネーとか仮想通貨とかにこう統合したいんですよね。そうするとそれの関係のビジネスが生まれるんで、日本は多分世界でもあの先進的な仮想通貨の国になるだろうなと。でそこも含めてあの面白いと僕は思ってます、ね、でその仮想通貨ってのはコストカットにもつながるんでしょ。そうコストカットにもつながるし、まず官僚がものすごい減ると思うんですよ。そうなんです、それだよ、それが一番大きいと思うんですよね、うん、一番大きな問題は国民全員っていうところですよね。そうです、ね、でこれの議論を本当にやろうと思って、必ず所得制限入れようと。いや僕ね、だから絶対出てくると思うんですよ。それはだから軽減税率と同じで、これは絶対やっちゃダメなんですよ、うん、一律ですね。一律自動的にやるのが大事で、例えば堀山さんもや辛坊さんのような高額所得者は私はほっとく8万円払うし、あるかって議論は必ず出ますよ。全然違いますから。でも そこに払うことのデメリットと、その自動化することによって官僚とか諸々の事務手続きがいらなくなるって、所得制限を引こうと思うと、それぞれの所得をやっぱり調べて、うん、線引きするための人でもいりますから、うん、もう 一律全部ばらまいちまえと、まあ、そう不正するやつも出てくると思います、ね。まあ、そもそも所得が正確に把握されてないっていう問題がありますから。そうですね、だからそこも含めてですけど、そういうことは一切やらないっていうのは基本です、ね。その場合ですね、あの外国人の永住者の方とかですね、短期の外国人は全く排除される。そこは多分これから多分問題になってくると思うんですけど、うんうん、永住権を持ってる人まで支給するのか、うん、本当に全員に支給するのかってのは多分議論になると思いますけど、多分永住権を持ってる人ぐらいまでは支給するみたいな形になるんだと思います。だから負担をしてる人は、つまり納税してる人はもらえるっていう、そう、納税してる人はもらえるっていう形にすればいいんじゃないかなと思います、うん、私は。経済ダイナミックに考えなきゃいけないんで、支給これだけのお金があるから支給したらこうなるって言ったけど、経済は毎年動いていかなきゃいけないんですよね、うん、でどうやって税金を誰どうやって取って8万円を毎年出すんですか、うん、20% でしょ消費税、まあ、あの仮にそうしてますけど、仮にってけど今 8% 10% だから直間比率を見直して直接税がなくなるんですよ、うん、法人税、所得税が、そうそうそう、消費税だけでやるっていう、まあ、黙ってほっといても日本の消費税は将来必ず 20% 台になりますからね、うんうん、時間ない何にもせずに 20% になるのを座して死を待つじゃないけど、いやでもそれだったら何か大きなこと考えようっていうのは方向性としてはありだと思う。あのベーシックインカムについてね、それがもたらす効用って言いますかね、プラスの点についても、まあ、いろんな指摘がなされているけれども、逆にマイナス面で言うと、このベーシックインカムをこう担保にしてこの闇金融に借りるとか、うん、その闇の部分の話とか、うん、環境に負荷がかかってって、いくつか問題点が指摘されてますよね。そこに関して言うと、うん、その電子マネーとか、うん、そういったものを使って完全にオンライン、うんうん、化するっていうことで解決できるんじゃないか、ね、トレサビリティつくんじゃないかな。この問題の最大の問題はね、うん、あのこれですわ、なんとなく堀江さんが信用できない。まだ点々点々って書いてない。そうそうそう、そこを点々点々は何ですか。でも堀江さんはすごい先を読んでるじゃないですか。うん、で一度
ロケットも失敗してるじゃないですか。失敗してないですよ。宇宙の夢でしたっけ。いやいや失敗してないから。なんか電子マネーとかなんか言うから儲けるんじゃないかこいつがと思ってる。まあ、産業を創出するっていうのはすごく、だから僕だけいい思いをしようなんて思ったらこんな提案しないし、こんなとこ来ないですよ。信用できるのか。非常に素朴なこと言うと、はい、いや政府が黙って毎月誰のお金くれんだったら、うん、まあ、じゃあ働かなくてパチンコ。だから働かなくて、いやだからいいんです、そういう世の中になるんです。これからはロボットとか AI が働くんで僕たち働かなくていいんですよ。だから働くインセンティブがなくなるんですよ。いやだから働かなくていいんです。そこが私はこれから遊ばなきゃいけないんです。そこが私は堀江さんと違うところなんです、うん。でもさ、皆さんじゃあここで今お話しされてますけど、うん、これ100年前の人からしたらただ遊んでるようにしか見えないですよ。ほっといてくれ。一生懸命働いてるんだ。例えば8万円の基礎的なですね生活があれば、うん、きっとその先でもっと自分たちが楽しいことをやろうと思ってクリエイティブで多様な仕事をですね、うん、みんな見つけるようになると思うんですね、うん、そうそうそう。その意味じゃ僕はすごくいいと思うんですが、ただ120兆円どこから持ってくるかっていうなるとですね、政府はこれ借金することはとてもできません。120兆円借金したらもう政府潰れます。ただ僕は堀江さんのいいなと思ってるのは65歳以上のベーシックインカムってありえると思うんですよ。基礎年金、老齢基礎年金で半分はもう税金で入ってるんです、うん、残り保険料です。それ全部税金にしてしまえば完全に65歳以上のベーシックインカムになって堀江さんがおっしゃるように生活保護いらない、あるいはそういったさまざまな高齢福祉の部分を減らせる。それもすごく。でも年齢制限入れないんでしょ、うん、まあ、僕は全部でやりたいんですよね。実はね、これさ、実は本当にマジで考えてマジでやろうとしたらできないことはないんだけど、最大の問題は今の圧倒的多数の高齢者は激減、収入激減しますから、うん、今やっぱり20万円以上あるいは10万円後半もらってる厚生年金でものすごくたくさんのお年寄りがいますから、その人たちが月8万円で納得するかっていう話と、生活保護も今8万円どころじゃないですから、医療とか住宅保護、住宅手当を入れたらそれこそトータルでいうと多分1人当たり20万円ぐらいは、それでもらいすぎですよ。そうなんです。だけどもらいすぎなんだけど、今は実はそうやってある一部の高齢者であるとか生活保護の人たちの一部の人たちであるとか相当ばらまいてる人たちを全部一斉に切り下げるということですから。そうです。でそれが政治的にできるかって話です。いや、それ政治、こういう経済の話は政治コストを考えなきゃいけないんですよ、うん、堀江さんの話は私は実は理想論として反対してませんけれども、うん、政治コストは莫大ですから、時間と労力かかってね、無理ですよこれ。まあそれと厚生労働省の仕事がほとんどなくなっちゃうよね、うん、そうです。だから厚生労働省の仕事をなくしたいんです。そうそう、もうだから厚生労働省の権益はなくなる、いっぱい出てくるんですよ。だから僕は本当、小泉さんの政権の時に僕選挙出ましたけど、あれって郵政選挙って何をやったかって言ったら、郵便局ってもう20万人ぐらい働いてた人たちを全部民間人にしたわけですよ、公務員から、うん、そのようなことにすごく近いことなんで、でもこれやろうと思ったら僕できると思うんですよね。僕はむしろ赤ちゃん生まれたらまずドカーンとお金あげて、毎月例えば16歳とか18歳になるまでそこだけ毎年給付するっていうのは、一部から始めてもいいと思いますよ、うん、はい、例えば大阪だけでやるとか、うんうん、でそうするとね、だけど今膨大な社会福祉社会保障の費用をそのまま温存しながら、うん、また新たなばらまき作るだけになっちゃうから、やるんだったら本気で、うん、8万円なんてケチくさいこと言われずに、うん、10万円一律全員全部その代わり消費税 30%、 つまりもらった額の中から3割は消費すると自動的にまた税金を納めると、うん、その悲しい厚生年金も全員10万円で今のお年寄り納得させなきゃいけないけど殺されますよ。殺されますから、ね、堀江さん、僕貧乏人の考えやけどな。いや貧乏人じゃない、いや、まあ、お前は考えは貧乏人ですよ。人間が何ぼまで貯めたいの、あんた50億円損したい。ごめんなさい、僕ね全然お金ないんですよ。50何億円も投資してそれはうまくいかなかったですけど、また次でどんどん投資をしてね、僕稼いだからね全部使ってますから。いや10億とか20億以上のもういっぺんもくり取ったらどない、全部金吸い上げてそれをこうばらまくとか。ええ、あ今でもねそれに近いですよ、今の相続税は。今の相続税はかなりそれに近い相続税ですね、うん、です。本気で課税したら、まあ、3代相続したらゼロになるんですよね。ここは多分富を人間が、こう人間が増えない状況でいくら富を作り出そうと思っても僕すごく難しいと思っていて、うん、そのためには何か違 う, こうイノベーションが必要で、それは多分ロボットとか AI とかそういった新しい産業を結局創出していかなきゃいけないんで、このベーシックインカムが契機になって新しいその産業が生まれて、でその産業が自動的にお金を稼いでくれて僕たちを養ってくれるっていう風にしないと破綻しますよね、うん、絶対。僕前者は分かる、
電車は分からないではないけど、日本のね、堀江さんのよくご存知かもしれないけど、日本にはいろんな人がいますよ。あ、分かります。あの IT で食ってる人もいればね、また畑仕事してる人もいるわけだ。それがある日突然ですよ、1億何千万が突然そのeeマネーで動くような世界にはなかなかならん。そして先ほども指摘した人があるけども、これを既得権を全部ぶち壊して、そして、政治的なコストを払って変えるまでにですね、おそらく途中で行き詰まる。持てないんですね。いや、やっぱりね、言ってることが官僚的な反論だよね。官僚的じゃないじゃん。いや、それはそうですよ。だって元外務省だもん。そうか。僕は官僚的って言われるの一番嫌いなんだよ。私もそう思うよ。全く同じ思いも。いや、だからそれは、あんたは共産党の政権だよ。でも難しいのは、今ありなしで伺ってますけど、皆さんのご意見聞いてると、いいか良くないかでまず分かれ、プラス無理か、いいと思っても無理っていう意味でなしっておっしゃってる方もいらっしゃる。それでさらに堀エモンが言ってるから嫌だ。極めてその社会主義的な政策だって話ありましたけども、社会主義って大体うまくいかなくなって破綻したじゃないですか。でよく言われるのは勤労意欲がなくなっていく、まあ、いくらねゲームでいくら稼げるって話ありましたけども、が1億2000万人3000万人がね勤労意欲が低減するって、それ どうですか。僕逆に勤労意欲上がると思うんですよ。上がりますよ。勤労意欲っていうか、なんかもう要は今まで一歩踏み出せなかった人たちが、いやもうなんか会社辞めてね、起業したらなんかお金が、ね、稼げなくなって家族が路頭に迷うなんて思って一歩踏み出せなかった人が、あ、ベーシックインカムあるんだったらとりあえずいいかって自由な発想でね。そう、そう、だからね、ギリギリで生活保護を本当は申請した方がいいんだけれども、踏み出せずに、ま、すっごい貧しいのに逆に申請して、あのちょっとスナックでバイトしながら実はすごく儲かってるっていう人もたまに摘発されますけど、そういうケースもあると、なんかすごい社会が不公平感があるんだけど、もう一律8万円ならものすごいすごくある意味公平だ。踏み出して大失敗して、ああよかった、でもベーシックインカムがあると、うん、でもそれがね将来的に20年後にじゃあ8万円がどうなのか、物価がどうなのか、もし将来足りなくなった時に、あちゃ足りないじゃないって時に、なんだあの時に冒険しなきゃよかった。いや、冒険したらね、あのどんどん経験が積んでいくんで、失敗することに全然恐れなくなるんですよ。それは個別の話であって、なんかすってんてんになっても大丈夫だっていうところで踏み出した人が、すってんてんになって本当に将来棺桶まで国家がねちゃんと必要なお金を出してくれるならいいですけども、それが後でやっぱり財政難で1万円下げますっていう話になった時に、あのじゃあ老後ね、でも1万円ぐらい働けばいいじゃないですか。いや、1万でもいい。それが 高齢者の話ですよ。もう70代80代になった時に、高齢者も僕はあの今予防医療普及委員会っていうのやってるんですけど、これから大事なのって予防医療で、医療費の削減もすごく僕は大事だなと思ってるんで、あの本当70歳80歳になっても元気で足腰も強くて、あの、ね、歯も抜けないでみたいな、あの予防医療って僕できると思うんで、そういったものもなんか啓蒙していきたいな。いそれでも歯が抜けちゃって、いやってなって、それはこんなはずじゃなかったってことになった時に、だったらもっとリスクがあるよっていうふうに若いうちに考えておこうか。でもね、それをねゼロリスクを考えたら、それはもう実行絶対できないんですよ。ゼロリスクにはならないですよっていうような体なんだけども、実は救えないという。だったら最後ねのたれ散るかもしれないから、ちゃんと若いうちからね計画立てろっていう厳しい社会の方が、みんなちょっと自分だけは、そのこと社会福祉全部やめたらいいじゃん。いやだからそれは極端な話 でもこれ抜け穴があるんだから今の制度に。いや抜け穴はそれは当然ないね。公務員を減らせるのはすごくメリットだと思います。僕はそこは大賛成で、ただし、まあ、あのやっぱり所得制限だな。だって堀江さんに8万円必要ないでしょ、うん、いやなんですけど、それはもう事務コストとのトレードオフですから、それは感情論ですよね、うん、いや感情論というか、でもそれは所得をしっかり把握してね、うん、いやだからそれは例えば自動的に、うん、あのボタンを押したら寄付できるようになってるとかね、別にそれでもいいじゃないですか、うん、受け皿があって自動的に俺は寄付を選びますっていう人はそれを表明して、僕はじゃあベーシックインカム受け取ってますけど全部寄付してますよ。